ライチ、一旦戻せ。もちろんチームが勝つのが最優先。手で取られてっちゃ。だったらまたファール確保止めてやる。ちぎり俺がやる。ほい、バク二人とも自由にさせた。ヤバすぎるぞこいつら。伊崎くん、俺にバックパス、つうか弱っ。あ、ごめん。このボンミスは名勝だ。いや、やりやってんだ、クロー。俺ら集中だか。ちっけないじゃん。ごめんな。ごめん。頭上げろ。わざと失敗したわけじゃねえだろ。ああ、2失点ともこいつからだろうが。まだ勝ってんだし、どう対策するか考えよう。だな。もういい、立てよ。やばいな、次の1点は阻止しないと。え、今あいつ笑った、気のせいか。やっぱもう1点取りに行った方がいいだろ。来いよ俺。練習してきたコンビネーション、潔がジョイントになって俺とバチラのトライアングル切り崩す。バチラへのパスコースが下がれてる。潔、もしかしてこっちの連携パターン読まれて。おかしい、いくら研究してきたからって武器が殺されてる。ボールの匂いがしない。ナイス鬼。やっぱおかしい、俺たちの作戦がバレてるとしか。いやいや、意味わかんねえだろ。よく考えたらこの試合の得点は全部決めろ鬼。届け、クアン。わざとスルーした。クオン、お前裏切ってんのか、俺たちのこと。そうでーす。バレたからもういいでしょ。んちゃん、お前らの作戦も武器も弱点も全部筒抜けでした。嘘だろクオン。あらら、マジか。殺すぞ。どういうつもりだ。俺はブルーロックで生き残るためにベストを尽くしただけだよ。ライチ、ジンゴ、イエローカード、試合を再開しなさい。おい、これじゃ勝手に振動バットだな。負けたら終わりなんだぞ。わざと負けて何になるんだよ。